顔と人間の顔ちょっと離れましょう。馬がね、今度ぐーって推進しないとぐーって折ってから、顎譲ってるんだけど、頭径の位置いい位置にあるから脚を使ってって前に出してってあげれば、今度首から前に落ちていきましょう。脚で押し込むと、押し込むと体を動かしてあげる。もう安定してゆっくり走れる馬だから、今度活発に走れるようにしてあげると、頭はいい位置で上がってきますから、体を動かしましょう。今度もうレベルアップしていきたいから、今度体を動かすんですよね。はい。